どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。今回もパラディンズカジュアルマッチ、今回はレックスを使って遊んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。マップはアセンションピークですね、はい、さあやっていきましょう。今回ちょっと初めて使いますね、死の加速のタレント使ってみたいと思いますということで、これでやっていこうかな。サイレンよいしょ、さあピップ君触媒ですね、安定の 35% 加速でした。さあやっていきましょう。無料でやられましたね。今のはやらかしですね。何も見えてない、何も見えてないって言っておきながらちょっと当たってたっていうのもあれですが、いや、ボロ負けでしたね、今のは。完全に向こう側、誰もいない想定で走ってましたが、ダメでした。マコア君が死んでますよ。そうね、あそこに近寄られるとあの HP ではどうにもならないところはありますね。さあさあさあ、タレントになれながら行きましょう。ポイント取られかけてるね。ビローがめちゃくちゃ検討してくれてますが、それでもいいんですね。誰も倒せない、誰も倒せないですね。これまずいね。ヒップにガンガン前出られちゃってます。このレックスの運用どんな風なんだろう。裏取って前はだん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 でご利用してる感じだったんですけど、ジャッジジャッジジャッジ、いいちょい、ほっ、あぶねえ、あぶねえ、おう、ポイント入ります。ポイントじゃない、家の中入ります。はいはいはい、ということでやらかしまくりましたが、どうすればいいんだろう。平分ですか。さあ静かに、まあ、安定の消灼つみつみですね。行きましょう。うん、右側の高台取ろうよみたいな話になってましたが、
さ。お前まあ行き過ぎました。普通にピップ、ルナに当てられ、ピップに当てられって感じか。ルナはちょっと厄介なところはありますね。ウィロー VS メイブ、どっちに軍配が上がるのかな。ウィローが HP やばいですね。お、ウィローでも勝った。ナイス。これちまずいな。スイクスが奥にいますね。まずい。おいおいおい、オーケー。さあさあさあ、勝てましたね。ヘブン買います。おい、嬉しいね。さあやっていきましょう。お前、吹っ飛ばされましたね。がっぽり吹っ飛ばされましたね、今のは。おう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 、あそこでスライディング使えたらいいんですけど、使えないんだよね、地面についてる。まあ、ここはきついでしょう、そうですよね。ナイス、勝ちましたね。よかった。ちょっとレックスあまり序盤だいぶきつい立ち回りになっちゃったんでダメかと思いましたが、なんか何故か勝ちましたね。味方ありがとうって感じでしょうか。さあトッププレイはお相手のアッシュです。あー、差し込みからの吹っ飛ばしとかですか。そういうわけではない。あ、吹っ飛ばしは入ってたね。ここは別ですね。あ、これ逃げ切ったやつだ。大丈夫です。いやにしてもいい試合でしたね。いい試合だったのかな。結構いい感じでしたね。後半持ち直したのがまあ良かったんじゃないかなと思います。さあ結果見ていきましょう。トップダメージはキネスタちゃんです。で僕は自転に回ってますということで、まあまあまあレックスの報復の効果もあって報復でやってるから、
まあ、クレジット多めにもらえてますね。これがありがたいところです。X のいいところです。ということで、今回はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。